もしもーし。4年生のゴーケくんの話聞いた？キュウリなのに、ドイツ語の勉強結構頑張ってるんだって。えらいじゃん。4年間で、ドイツ語ペラペラになったらしいよ。いいじゃん。別に変な話ではないよ。だってキュウリだよ、キュウリ。